四ナ穴四ヤ穴干渉の位置四ヤ穴干渉は太平洋南西部ソロモン諸島の干渉。一般的にはスチュワート諸島と呼ばれる。ソロモン諸島のマライタ島北部から東に 212km ほどの位置にあり、南位8度25分、統計162度52分の位置に位置している。14km ほどの大きさで、証拠は完全に産後礁に囲まれ、 合計の陸地面積は2平方キロメートルである。干渉の本島は東端にあり、鹿屋穴島と呼ばれている。干渉西部には、シーオリー、マトゥーロート、マトアービなどの島がある。干渉には、テッパリーナと博多やタタの二つの人口の島がある。干渉では、安全な闘病地が存在しないため、しばしば交通が遮断される。行政的には、鹿屋穴は、 ソロモン諸島マライタ州の変縁部である。シカイアナ干渉の住民はおよそ300名ほどであり、減少傾向にある。1856年、ハワイはシカイアナ干渉の主権を提案され、数密院は譲渡を受け入れるために投票を行った。ハワイ王カメハメハ4世はこれを承認し、ハワイの王権を打ち立てたとされる。しかし、ホノルルからシカイアナへの距離が離れすぎていて行政は、 不可能で、譲渡は全く形外的なものであった。一部の住民は、ハワイ先住民やアメリカ国民であると主張している。これらの住民によれば、シカイアナ干渉は1856年にカメハメハ4世に譲渡されており、このため1898年にアメリカ合衆国にハワイ併合が行われた際も干渉は、ハワイ王国の一部であったとしている。 アメリカの見解は異なり、1898年の法でハワイ諸島とその依存関係地のみを併合し、法では依存関係地をハワイ委員会で報告された諸島と定義しており、スチュワート諸島は含まれないと主張している。1996年に一部の住民はハワイでの投票登録を要請したが、ハワイ人主権選挙審議会によって適用は却下された。 U.S. Insular alias Application of the U.S. Constitution Report to the Chairman Committee on Resources House of Representatives United States General Accounting Office November 1997ページ39フットノートにありがとうございます